上戸浜上後浜は、福島県の中央部に位置する、稲葉城湖の北東側にある浜。稲葉城湖北東の福島県山群、稲葉城町上後地区にあり、万代朝彦。付近には、稲葉城町の上後集落、国道49号の上後トンネルなどが存在する。他にも朝霞疎水の取り入れ口である、上後水門が、浜の近くにあり、この浜は、 疎水の取水口の一つとしての役割を担っている。この水門を、大宇山脈を貫く沼上水道などと一体にして、利用する案が、浅香疎水の設計にあたって決められた。これは、大宇山脈を最短の距離で通過できる案であること、芋川などを利水に生かすことができることなどを踏まえたものである。稲葉白湖のほぼ北東端に位置しているため、南西方向を中心に、 浜から見渡すことができるほか、浜の南側には五万道堂山があり、それらなどによって浜から見える風景が形作られている。また、浜の近くには桜並木があり、春にはこれらを楽しむことができる。夏には多くの観光客が訪れ、湖水浴が盛んに行われている。他にも、夕日がきれいに見える場所としても有名である。 地域の主要な交通路である国道49号から容易にアクセスでき、この国道を郡山方面から走行してきた際には、中山峠通過後、最初に国道沿いに現れる稲わしろこの浜である。このため、郡山市街地方面から一般国道利用で最もアクセスしやすい浜になっている。夏には、湖水浴で賑わうが、暴風林が浜の周辺に存在しており、 キャンプなどにも最適な環境にあるほか、水道や売店も備わっており、貸しボートなども行われている。これらは、例年7月頃から営業されている。そのほか、公衆トイレを備える。また、国道49号を、稲わしろ、藍津若松方面に1キロメートルほど進んだ場所には、志田浜が存在する。毎年、上戸浜、志田浜、天神浜、松橋浜、 長浜の5つの浜の合同により、浜開きと安全祈願祭が行われる。これは、稲和白町の行政関係者などが出席して行われるもので、湖水浴シーズンの前に行われている。2009年の浜開きは、上後浜で行われた。湖水浴を行うことができる。浜の近くは遠浅だが、数百メートル進むと水深が深くなっているため、注意が必要とされる。その他、 夏場を中心に、ウィンドサーフィンを行うことができる。ただし、湖水浴、キャンプが行われている夏の時期は、これらの活動が、上後浜で中心となるため、ウィンドサーフィンは禁止となる。郡山市、藍津若松市及び稲葉城町によって、稲葉城湖岸環境の美化事業が行われており、2008年8月5日には、町民が参加する清掃活動が行われた。また、 水浴場の水質調査結果では、水質調査地として選定され、水質調査の結果が発表されており、2009年度の資料では、水質 AA、A、という結果になっている。川下た断層沿いの稲わしろ古島岩は、断層崖が発達した、急峻な地形であるが、上と浜周辺のみ陥没した谷を、堆積層が多い、周囲には、海上火山歴業海岩、業界各歴岩からなる、 上五層が広がる。この地形について、後期中心夜から後進夜にかけて活動したと考えられる、東北本州湖の大型カルデラ火山群の一つの形跡とみなす説がある。また、周辺の層は、デ層、サデ五層、サレキ層の順に重なっているほか、層の下部からは、花粉化石の群衆があり、その状況から、稲わしろ湖の広い湖本の形成時期を知ることが、 できる。国道49号沿いの上報浜入り口。ありがとうございます。